はい、春龍チャンネルです。先ほど黒野さん対アヒルマンさんの、対局を見まして、ちょっとね、一箇所、あれと思ったとこあったんで、そう、検討先生ですね。ちょっと検討していきたいと思います。はい。じゃあ、ちょっと飛ばします。少し、ちょっとゆっくりやりますか。1秒間隔ぐらいでやりますね。変化とかね、見たい人は止めて、画面止めてみてください。ここら辺はね、私の、対策動画でも上がってますけど、私の場合はね、ここ2五歩をね、伸ばすの早いんですよ。もうここら辺悪くないと思います。でね、一箇所思ったのが、次ですね。ここ受けたでしょ。これ甘いなと思って、2五歩。だから2五歩早く伸ばすと、端攻めがね、厳しいんで、で、やっぱ2五歩だったんですね、検討先生も。で、ここでね、自分2五歩行ってないけど、自分だったらもうついちゃうんだけど、検討先生だと6五歩ですね。これ、角筋を生かす。これも正しいなと。こっちの方が厳しいですか。6五歩、多分3三桂で来た時に1五歩。検討先生だと3三銀になってるけど、アヒルマンさんはね、桂跳ねますよ、これ。6五歩だって。で、6五歩、3三桂に1五歩で。で、これはちょっと1個しかついてないから、ちょっと甘いんだけど、まあ、いけるんじゃないかなと思いますね。あとはないんですけど、自分が思ったとこは。そうなんですよ。これさ、今の仕掛け逃すと、こういうことやられちゃうんですよね。でも、ここまでね、飛車の利き通ってるから、さっきの1五歩とかはね、だいぶ甘くなってるんですよね。ないことないと思うんですけど、で、今度6五歩だと、検討先生だと3三銀でなってますけど、桂跳ねんじゃないのかな。ね、やっぱアヒルの囲い崩したくないから。相当でも先手いいですよね。どこが悪かったんでしょうね。私そんなに、ここら辺ね、中盤はあんま興味ないんですよ。序盤型なんで。でも一応見ていきましょうか。1、3か。これは正しいですね。746。打って、正しいな。さすがやね。まだいいんですね。6五歩。これは最善だったのかな？最善ですね。6五歩。で、桂跳ねて、そうですね。桂跳ねてくるんだな。これか。なんかあったんですかね。2五歩なんだ。いやー、させないですよ。2五歩なんて。取られちゃいそうで。これはなんかいかにもソフトな手って感じだね。これいいんじゃないですか、別に。ここは。でも、すごいですね。2五歩刺すのよね。僕はなんか取られちゃうから怖くて刺せないですけどね。これに効いてるから大丈夫ってことか。3六歩なんだけど。ここら辺はちょっとわかんないですね。まだいいですね、先手が。まだいい。さあ、ここら辺からですね。で、そう。これがダメなのか。歩打つの？これ打てないですね、こんな歩。なるほど、ここに打つんだ。3六歩同飛で、両取りにね、2七角って。ちょっと打てないね、でも。3切れだもんね、特に。逃げるんすか、ここで。逃げなかったですよね。相当、これで悪いですか。ちょっとやっぱ金取りが、
て、桂馬跳ねたのか。何だったんだろう。歩なっちゃうんだ。いやー、なりがあるからな。怖いですよね。で、ここ歩っていうかね、まあ、持ち歩もないし、まあ、桂跳ねて、まあ、後手がいいんだな、だいぶ。ボケて、あららら。ら。ああ、これ最善ですね。さすがやな。OK。で、かなり困ってる感じだから、桂打つんですかね。こっちだったんですね。まあでも、だいぶ、ここ受けなきゃいけなかったんですね。引いて、なって、重いけど、まあ確実な攻めですよね。なるほど。ここら辺は、わあ、これは良くないのか。取るしかなかったってこと。でもね、と金で取り返されちゃうから、ちょっと取れないですよね、なかなか。なるほど。これでダメか。ここら辺はもう、どっかなんか中盤の攻防も結構見どころありますよね。ここら辺やな、やっぱな。5六銀はさせないでしょ、こんなの。角打つんか。ここはね、2枚効いてるから、ね。何やったんだっけ。あ、歩ついたんか。これもそんな悪くないですね。角打つんですね。銀があるからなんか、でもここ成れるか。両成りがあるから、5六角、3八銀打つ、5八金ってかわすと。2九銀成り、同飛車、3八歩成りでかわすっていう感じですか。まあ、でも、指しにくいかな。ここ突き捨てたのは人間的にいいんじゃないですか。結構、なかなかね、こう傷になってるから。で、ここ底歩打ってるようになってますもんね。歩ないけどね、今んとこ。5六角打つか。あ、なるほどね。はい、勉強になりましたね。だから、ここら辺やな。6五歩でしたね。6五歩、多分3三桂で1五歩仕掛けんだと思います。はい、以上です。ありがとうございました。